埼玉県埼玉市大宮区のナックファイブスタジアム大宮です。 JR 東日本カップ2019第93回関東大学サッカーリーグ戦第10節を迎えました。8月3日からリーグ戦が開幕いたしまして、中3日チームによっては中2日の一戦となります。今日第10節です。ここナックファイブスタジアム大宮をはじめ各会場一部リーグ6試合二部リーグ6試合が行われることになっております。ここナックファイブスタジアム大宮のゲームは早稲田大学対東院横浜大学の一戦です。画面の左側、今日は白のユニフォームを身につけております現在9位の早稲田大学、一方画面の右側、青のユニフォームを身につけております現在6位東院横浜大学です。それぞれ今バックスタンド側に応援スタンドがいますが、今その挨拶が行われているところです。それぞれ挨拶が行われまして、これから各チーム一箇所に集まって円陣が組まれようかというところになります。改めて画面の左側、今日は白のユニフォームを身につけております、現在9位につけています勝ち点なら早稲田大学、一方画面の右側、今日は青のユニフォームを身につけております、現在勝ち点15、6位につけています東院横浜大学です。ほぼ同じ時間に輪が解かれまして、各選手がハイタッチを交わして、そしてそれぞれのポジションにつこうかというところになります。まずは前半、東院横浜大学のキックオフでスタートいたします。主審の笛が吹かれまして、今前半45分がスタートいたしました。前半は左から右に攻めますのが白のユニフォーム早稲田大学、そして右から左に攻めますのが青のユニフォーム東院横浜大学です。スローインになりまして、東院横浜のスローインから立花が前に送りました。このボールを松本受けようとしましたが、ボールを奪った早稲田大学、バックスタンド側タッチを割っています。東院横浜大学のスローインです。浅野がボールを入れまして、このボール松本を受けようとしましたがクリアします。真鍋が頭で前に送りますが、早稲田大学右サイド阿部にボールが回っています。切り返して、ここは山下が受けまして左サイド、しかしここは浅野が頭で返します。ボールを置きます牧野、一旦戻して金田からここでボールをカットした。そこで下村にボールは回る、ゴールキーパーが出ています。笠原、ここは桑崎から阿部、桑崎細かくつないで、今桑崎がボールを持ちます。相手に当たりますが桑崎まだキープ、しかしここでボールを奪うが金田が前に出てきます。それで中央の位置、清水が落として前に突っ込んでいく栗島、しかしここはシュートは当てません。ゴールキーパー早坂キャッチしています。東院横浜大学、今日もゴールマウスを守ります21番の早坂です。早坂のキック、頭で返します大桃。さあここで下村が受けようとしますがルーズボール、前に出てきました阿部、
クリシマが右サイドにいます。クリシマ中に入れていく、うん、ここは中にいました清水には合いません。早坂ボールをキャッチして一旦ここは立花田戻します。ゴールキーパーの早坂前に送ります。松本が、うん、受けようとしますがダメ。ボールは早稲田役山下左サイドに回していきます。ボールを蹴つ神山一旦戻していきました。牧野キャプテンの大桃、牧野大桃チェックに行きます下村ですが、さあここでボールが東洋浜大学取り替え、シュートがブロック。このルーズボールを早稲田が拾います。阿部から山下、金田、山下左に回す牧野です。牧野から山下右にはたいて杉山右サイド、桑崎縦に送りますが、うん、ここはうまくいません。栗島に合わせようとしました。ゴールキーパー早坂にボールが回っています。キープした状態になります東院横浜大学。さあチェックに行きます清水ですが、ここは前を送ります。さあボールが下村、うん、ここは杉山カットする。しかしもう一度拾い直します。現在立花だ。ここで早稲田がボールを取ります。神山から縦の送りは栗島には通らない。ボールをカットしていきますが、さあここでまた左サイドからドリブルで上がっていきます。流れていく清水が受ける、シュートセーブ、コーナーキックです。栗島の最後シュートになりました。コーナーキック早稲田大学1本目です。右サイドからボールを蹴ります6番の阿部です。インスイングのコーナーキック、マンツーマンディフェンスの東院岡間ファーサイド頭で出していきますが、これはゴール左に切ります。それでは早稲田大学対東院横浜大学両チームのメンバーをご紹介いたします。まずは白のユニフォーム早稲田大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー1番笠原、ディフェンダー4番川崎、5番杉山、3番キャプテン大桃、2番牧野、ミッドフィルダー34番山下、7番金田、6番阿部、8番栗島、22番神山、フォワード23番清水です。リザーブゴールキーパー16番山田、ディフェンダー17番工藤、44番西田、ミッドフィルダー25番倉持、42番藤沢、フォワード33番西堂、39番杉田です。早稲田大学率います殿池大輔監督です。一方青のユニフォーム東院横浜大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー21番早坂、ディフェンダー13番浅野、3番遠藤、4番キャプテン真鍋、19番中村、ミッドフィルダー8番伊坂、6番立花田、12番杉山、10番鳥海、フォワード11番下村、15番松本です。リザーブゴールキーパー1番児玉、ディフェンダー16番佐藤、28番鈴木、ミッドフィルダー14番篠原、34番神垣、フォワード9番滝沢、30番寺沼です。東院横浜大学率います安武徹監督です。なおこの試合の審判は主審原隆、副審水野智也、阿部義人、フォースオフィシャル久保健太郎、以上4試審判で行われております。日が沈みかけまして、かなり陰っているでしょうか。そして風もありまして、少し涼しく感じられますナックファイブスタジアム大宮、涼しいといっても蒸し暑さは残っています。今日はその中でこのゲームが行われております。前半の6分が経過しています。まもなく7分になろうというところです。スローインが東院横浜大学、タッチを割ってスローインが早稲田です。ハーフウェイ付近からボールを入れます。山下が受けまして牧野が戻していきます。
笠原、今日も早稲田のゴールマウスと思います笠原俊介、ここは大桃から牧野に回っています。最後は伊坂でしょうか、当たってタッチを割りました。スローインが早稲田大学、ボールを入れまして神山を受けます。そして栗島からそこでつながっていく清水、シュートする。ゴールキーパーここは防ぎます。前が出ていました、枠を狙ってシュートを打ちましたが、ここはゴールキーパーの早坂がセーブ。2本目のコーナーキックです。1本目と同じく右サイドからです。ボールを蹴ります阿部、今度はニア、そしてきますがここはクリアしていきます。さあこのボールを追いかけていく松本ですが、ここは2人がかり、ファールがありましたが、フリーキック早稲田大学です。桑崎のショートパスからリスタート、杉山、そして相模の位置にいます金田です。右に回して桑崎、そして阿部、桑崎、杉山から大本と、金田と回っています。さあここで牧野からつないでいきます。マイナス方向のドリブルですが、山下がフォロー、牧野、山下流れていますが、さあここで松本がボールを取るが、スライディング、金田がボールを奪います。ここは大桃タッチ割ってスローインが遠いんです。ボールを入れまして、さあここはなんとかつないで伊坂、そして下村が受けます。しかしここはシュートまでいかない、ボールを奪いました。一旦戻してゴールキーパー笠原、清水に合わせていきます。しかしこのボールは一旦奪っていく中村からのボールでしたが、さあここは早稲田タッチ割ってスローインは遠い、中村がボールを入れます。ハーフエフキンです。ボールを受けます松本がドリブル、ここは下村に合わせようとしましたがダメです。ボールは山下からロングフィード、ここは浅野が取ります。追いかけていきます神山、一旦戻しましたゴールキーパー。さあこのボールを金田取りに行こうとしますが、ボールは早稲田、遠藤です。そして伊坂が中、このボールを受けますが早稲田がボールを取る、そして清水、栗島、さあ清水抜けていく、カオサイトがファールになります。ペナルティーアークを指します。フリーキック、エリアの外です。さあただこのプレーに対しまして両チームアピールをしていますが、ペナルティーアークに今ボールが置かれました。今日の主審は原さんです。さあここはボールの近くに山下、そしてコーナーキックを蹴っています阿部、2人がいます。ここは壁を作ります東院横浜大学。今松本もこのエリア内に入りまして、東院は全選手がこのエリア内守りを固めます。さあここは山下狙っていく、壁当たる、
もう一回シュートですが、これもブロック。なんとかかき出しますが、桑崎のシュート、これはゴール右に切れます。ゴールキックになりました。最初フリーキックを蹴りました山下、壁に当たりまして、もう一度シュートを打ちました。これも壁に当たりました。そして桑崎が後ろから入ってきましてシュートを打ちましたが、ゴール右に切れています。ゴールキック、早坂のキック、頭で返していきます杉山、そして桑島つないでいきますが、栗島つないでいきますが、さあこのボールは党員が立花だから浅野がロングフィード、散らして、さあここは松本、しかしここは体を入れてボールを前に送ります。桑崎から阿部、そして右サイドにいます栗島、さあここで山下から阿部、栗島、ここは杉山雄太に当たりましたが、さあそのボールを杉山から一旦ここは切り返していきます伊坂、チェックに行きます金田、そして右サイドに回ります、上がっています浅野、一旦ここは戻しますキャプテンの真鍋です、チェックに行きます清水、ロングボール、さあここは上がっています中村には通りません、ゴールキーパー、なんとかここは阿部が受けます、そして桑崎、中央からボールを送っていこうというところ、そして桑崎ドリブル一人かわしていきますが、ここで相手に当たる、ルーズボールはここはキャプテンの大桃が拾います、そして牧野、前に行きまして金田、左サイドには神山いますが、ここは一旦戻します、大桃、牧野、大桃、左に回していきます、神山ワンタッチ、ここで牧野上がっていく、最後は遠藤に当たってコーナーキックです。前半3本目のコーナーキック早稲田大学、試合開始前からすでにコーナー四隅にあります照明灯に火が灯っています、ナックファイブスタジアム大宮、まだ明るさは残っていますが、これから徐々に暗くなっていきます。ここもボールを蹴ります、アウトスイングの阿部、グランダーのボールになりましたが、ここはクリアしていきます、タッチを割って早稲田のスローイン、